どうもこんにちは、太郎です。マスターシェフの続きやっていきたいと思います。今回は調理パートですね。頑張ってやっていきましょう。現在夜の11時11分、日付が変わるまでに全てコンプリートできるのかっていうところですね。ですね、喫茶場、そうなんかね、食材調達の関係でちょっと1個だけ解放させていただきました。ちょっと訳のわからん料理なんだけど、喫茶場のフライっていう、これキャッサバかなんか見たことも聞いたこともない謎料理なんだけど、まあフライだからさ、まあ、適当に、なんだっけ、あの小麦粉だったらいけっかなみたいな。小麦粉だよね。そう選んだら、ま、確保したんでちょっと訳もわからずこれをね 100% でしてきました。まあ、他のところはね、まだノールックでやっておりますので、ちょっと頑張ってやっていこうかなと思います。うまそう。最後パウンドケーキ、お腹空いちゃうね。これ夜中にやる動画じゃねえんだけどな。まあ、頑張っていきましょうね。じゃがいものガレットからいきましょう。もうガレット、じゃがいもなのはわかるな。じゃがいもはわかる。ガレットって何？ガレットって何すか？おい、何が乗ってんだろうこれ。全然わかんねえパイシートなんじゃない？パイっぽくない？なんかちょっとこれでいってみます。食材との対話を始めよう。まあ当たっちゃうでしょう。ミキさんお願いします。見たくない。あー、失敗だよ。さて出来上がりは？いきなりむずいじゃん。映えないっすこれじゃ。これじゃ映えないっすよ。ケイトさん、ガレットやばいなちょっと解放、あのさ、食材調達のさ後半2つさ、まだ解放されてなかったんだけど、そこの食材がね、ちょっと手薄なんだよね。こうなんかバターとかさ、この辺が数少ないから、あんまり失敗できない。失敗すぎるとマジでさ、あの、なくなっちゃう。貴重なパイシートを今使ってしまったのか、俺は。ふぅ、バターか。バターいってみる？めっちゃうまそうだが。バターとじゃがいもって。食材との対話を始めよう。めっちゃカロリーやばそう。どうだ？お、何？成功したじゃん。運命の出会い。お、マブとアズール。じゃ、なんでアズール背中押すんの？アズール、食ってくれ。気を取り直して、あ、食ってくんない。ケイト君が写真撮ってる。怒ってるアズールくんも可愛い。写真撮っちゃう。お、出来上がったよ。ボナ。いや、運命が味方してるかもしれんな。ガレットクリア。ポテサラロール行きましょう。次。ポテサラロールめちゃくちゃうまそうですね。なんだろうねこれ。あ、パンナナわかるな。お、これ見た目にかなりヒントがあるんじゃない？野菜があるよ。トメイトが。トメイトがありますよ。これさ、トマト、たまにさ、マスターシェフさ、なんか、弾くよね。こういうさ、トマトのイラストがあるのに、あの、トマトじゃないよ、みたいな。罠の時があるから、気をつけないといけないんだよね。ちょっと待って。ちょっと冷静に考えてみよう。ポテト、まず、ポテトサラダを作るにはポテトだけじゃいかんだろう。おい、人参とか入ってんじゃない？人参、待って、導き出されたかもしれない。俺はこのトマトトラップを回避するよ。トマトじゃないと俺は踏んだ。卵、これ神のチョイスだと思う。これ回避できたらマスターシェフだと思うんだよね。食材との対話を始めよう。どんどんひねくれていくみたいな。いけると思う。ダメ。待って、ダメだった。ダメだった？やっぱトマトあったから、フィニッシュ。何がダメだった？うわ！
卵だけがダメ。出来上がりは卵だけがダメ。まさかトマトだった最後思ってトマトだったのかな。え、トマトなんかなちょ、トマトにしてみる。俺のさ、素直な心を、素直じゃなくなってしまった心をさ、見透かされたかもしれん。トマト。これで成功だったらマジごめんだわ。食材との対話を始めよう。なんかトラップとか言ってさ。おい、失敗じゃねえか。トマトじゃないんかやっぱり。トマトじゃないの。出来上がったよ。ちょっと信じたのに俺ごめんって思っちゃったのに通してに。やっぱトラップはトラップだったか。え、トマトじゃない、トマトでもなく、最初何試したっけ。卵でもない。ポテトサラダ、ポテトサラダ、ポテトサラダ。砂糖じゃないよな。小麦粉でもない。牛乳、バター、チーズ。え、まさかのキュウリだったりする。ちょっとこれ食材パートにしていいですか。キュウリ、チーズ。ちょっとなんかチーズとバターめっちゃ貴重食材なんだよな。あ、そうだ、チーズとバターをあえて外して選んでいけばいいんだ。卵はダメ。小麦粉、消去法になっていくみたいなさ。砂糖、おぉ、砂糖なわけないと思うけどね。コンソメ。コンソメ貴重だな。今でいっか。これでいきましょう。正解を導き出してくれ。失敗しませんように。いや、これ失敗が確定してるんだよな、結局。すまね。悲しい未来。キュウリ？さーて。出来上がりは？おい、じゃあもっとキュウリを前面に出せよ、このイラストでよ。おい、あのちょっとした緑か。はい、スタート。失敗しませんように。今回難易度高くないですか、マジで。そう、俺がさ、うまくいってないから、そんなこと言ってるとかそういうわけじゃなく、むずくない？これマジでさ、やってさ、まずトマトトラップを見抜いてトマトじゃないってやった人もいると思うし、まあ騙された人もいるだろうしさ、俺みたいにさ、こう2回騙されるみたいな感じになっちゃった人いると思うんだよな、絶対。はい、ポテサラロールクリア。出来上がったよ。ボナペ。ちょっと納得できんなこれ。スイートポテトグラタン、じゃあ次行きましょう。すべてがうまそうだな。今回4種類か。スイートポテトグラタン。ピンときてねえぞ、俺。グラタンか。スイートポテトグラタン。やっぱまあ、コンソメはすべてに通じるものがあるからな。小麦粉どうぞ、声がちっちゃくなってくるね。自信がないっていうか。牛乳かな？どうかな？これいってみよう。食材との対話を始めよう。食材との対話を。探り探りで。ダメか。一個でも成功しててくれ。じゃがいも以外で。お！牛乳 OK。コンソメと小麦粉アウト。出来上がったよ。なんかルー君みたいな声でさ、さ、出来上がったよっつってさ、消し炭を出すっていうのは申し訳なくてやべえな。玉ねぎかな。なんか入ってそうじゃない。まあ、キュウリは入ってないだろうな。人参、トマト、キュウリ。え、人参？こんな赤いのに。違うな。違う違う。人参が入ってるわけない。そんなわけない。俺は信じてる。逆にっつうか、バターとかチーズ怪しいな。バターいっちゃうか。貴重なバターだけど。
食材との対話を始めよう。失敗か。これまずいね。しかもバターだけがダメ。さあ出来上がったよ。マジか。貴重なバターを失っただけで終わってしまった。人参、トマト、キュウリ、チーズね。チーズ入ってないだろ。待って、チーズは違うだろ、さすがに。小麦粉とかさ、コンソメダメだったんでしょう。砂糖、スイート要素で砂糖だってするんじゃない、これ。ちょっと待って、これで行かせてくれ。砂糖で。スイートポテトのこのスイートが砂糖だと。失敗しませんように。失敗。やばい、ちゃうぞ。全然わかんねえ。さあ、出来上がったよ。出来上がってねえ。スイートポテトグラタンむずいなぁ。人参がないよなぁ。チーズ。俺チーズ入れたっけさっき。チーズじゃねえだろっつったんか。え本当にわかんないんだけど。コンソメとか砂糖でも小麦粉でもないんですよ。卵？ちょっとこれ食材。探しパートだな。このあたりで食材との対話を始めよう。マスターシェフ難しすぎるよこのイベント本当に。チーズ。さあ出来上がったよ。チーズじゃねえだろっつった。チーズが入ってた。はい、これでいきましょう。やばい、もう全然いいとこ見せられない。失敗しませんように。スイートポテトグラタン、これ見て完成。スイート要素が砂糖だとか言ってた頃の俺がめっちゃ恥ずかしいわ。お召し上がりください。ケイト君、いっぱい写真撮って。成功してるからね今回は。サムのあの申し訳なさそうに1点出すのいいな。出来上がったよ。ボーナ。最後まで聞いてあげよう今度。ボーナっていつも切ってる。トマトソースのニョッキ5種類。バカ野郎、これむずすぎるやろ。トマトソースのニョッキ、あでも2つは確定だね。ポテトとトマトニョッキ。うん。ニョッキって何？この食材の中にニョッキ入れといてくれよ、マジで。ニョッキ。しかもさ、5種類もあんの。頭おかしいだろ。小麦粉。コンソメ。俺コンソメ信じるぞ。いつも信じてるコンソメ。卵。なんかできそうじゃない？これで。どう？じゃがいもトマト、小麦粉、コンソメ、卵ね。これでいきます。なんかこう言っていかないとさ、忘れそう。なんで食材試したか。なんかもう、この食材バツみたいなさ、書いてほしくない？ダメだった食材に。息を吸うように失敗してんだよな。何がダメだった？お！なんだ？一つを除いて成功。正解じゃないか。さあ、出来上がったよ。おいおいおい。なかなかいい線いったんじゃない？卵、小麦粉までいけたんだ。ニョッキ、
ニョッキさんよ。コンソメじゃなかった。俺はコンソメ信じてるよ、毎回。また裏切られんね、俺。ニョッキ。ニョッキ。これさ、超貴重食材のさ、バターとチーズ。バターかな。トマト、玉ねぎ入ってたりするかな。いや、入ってねえな、多分。ちょっとバター行ってみよっか。バター怪しいな。こちらで行かさせていただきます。食材との対話を始めよう。ちょっと今回謎料理が多すぎませんか。失敗か。あかん。バター無駄してしまった。くっそー。どうする。あのリドル君の顔ですよ。なんか寮長と一緒にいたから仕方なく完食した1年生2人、一生懸命食べたのに寮長残してんじゃんみたいな言ってそう。さーて出来上がりは。寮長がいたから頑張って食べたみたいな。さてと、バターとコンソメがダメでした。え、バターあと4つしかのやばくない。牛乳、ちょっとこれまたわかんねえから、あの、食材当てパートだな。牛乳、玉ねぎ、人参。あの中は人参かもしれない。トマトと人参で出してる可能性がある。きゅうりは違う気がするな。え、ニョッキって実はさ、パン。なわけないと思うけど、ちょっと一応入れるわ。パン。砂糖、これでいきましょうか。砂糖、玉ねぎ、牛乳、パン、人参。だいぶ絞られるよ、これで。食材との対話を始めよう。一個でもいいから当たってくれ。全部外れた。全部外れた。さーて、出来上がりは？え？なんだ？もうこれ答え出てる？もしかして。玉ねぎ、人参ダメ。きゅうり？牛乳、パン、砂糖、コンソメ。え？あとさ、パイシートとさ、チーズと、きゅうりだよ。チーズかな？チーズでいっちゃう？なんかさ、こう食材がないっていうのでさ、敬遠してるんだけど、チーズとかバター、それがあだになってる気がする。食材との対話を始めよう。思い切った調理ができない。成功しやがった。ありがとう。今回むずいな。完成はしたが、ニョッキが何なのかまだ分かってないっていう、想像もつかねえ。想像がつかないから、なんかお腹がすかねえな。だいたいマスターシェフやったらさ、お腹空いてくるんだけどな。はい、クリア。出来上がったよ。ボナペ。ボナ、また飛ばしてた。ボナペっつって。タピオカミルク。一回タピオカミルク。ポテト。これって砂糖？あ、ミルクだから牛乳だ。牛乳。おい。これいけんじゃない？え？小麦粉って変、変、変。え？行こう。失敗。あー、もうまあレッスンに怒られちゃう。ちょっと待って。会議会議。ちょっと食材出したいから、砂糖と卵。え、マジでさ、ボターチーズ選びたくないんだけど、コンソメかな？この3つでいくわ。失敗しませんように。なんか力技だな、毎回。ガンガンガンって壁にぶち当たりながら解放していく。お、グリム。グリム、それ飲めんの？タピオカです。なんか喉詰まらせそう、グリム。
いいんじゃないでしょうか。オナペティ言わんの。さて、あ、出来上がりは。ケイト君だった、しかも。はい。おお、ちょっとあと2つになったよ。ちょっと一発でさ、一回も当てれるところをお見せできてないから、一回ぐらいさ、一発成功見せたいね。ポテトの冷製スープ。いきましょう。ポテトの冷製スープ。ポテト、牛乳、コンソメ。あー、チーズかバターなんじゃないかと俺の心が言ってんだよな。これでいくわ。失敗しませんように。頼むよ、これ。ここいらで一発成功。きた。やったー、やったー。危ねー、見せれた、一発成功。ちょ、これ奇跡が起こってますよ。アズールさん、食べてください。マジで。ちょっと残せないで。タリもそんな顔しないで。厳しいぜ、審査員よ。フィニッシュ。さあ、出来上がったよ。ボーナ。あ、ボーナ。言わせてやらないみたいな感じになってな。言わせねえよ、ボーナーっつって。いやー、ここまで来ました。いやー、レーススープよかった。一発でクリアできて。じゃ、パウンドケーキ行きましょう。紫芋。なんで芋なんだよと思ってさ、ちょ、コンビニチラッと見たらさ、芋フェアやってたわ。秋だから芋だよな。そりゃ。え、これパン。パウンドケーキに、パンってダメ？もしかして。ここから行くみたいな。ふっくらさせる？砂糖を、パウンドケーキにパン使っちゃダメか。ケーキ、あ、ケーキだと思えば？思えば？うわ、思うとさ、牛乳、卵。ちょっとこれでいくか。これ何これ？これ何選んでる？一個。砂糖？砂糖選んでた？え、ここさ、これなんじゃない？これでいこう。失敗しませんように。ガチですよ。え、失敗。あー、何だったんだろう。わ、じゃあ牛乳合ってたんだ。牛乳、卵、芋。さーて、出来上がりは。砂糖を試させてくれ。砂糖。ちょっと牛乳が貴重だからな。卵。食材探しの旅に行かせてくれ、俺を。あー。え、まさかのパン。一応ね、一応、ここを削除しておきたい、パン。砂糖、パン。いや、ないと思うけど、この辺あったりするんかな。てか、キュウリ全然登場しなかったじゃん。わけのわからんポテサラに使いやがってさ、キュウリ。うん。これ、一個選ぶとしたら、ちょっと砂糖とパンだな。玉ねぎ、適当、ここは。食材との対話を始めよう。さあ、食材出したい。さて、出来上がりは。来たね。すべてのレシピは解放。もう高級食材の牛乳を使ってしまった。食材との対話を始めよう。さあ行きましょう。うん、成功。やったー。美味しそう。腹が空きますね、これは。いや、なんとか日付が変わる前にクリアできたぞ、これ。11時11分だったよね。今11時40分。一体30分ぐらいか。30分ぐらいで今。全種類の調理。あ、成功する、達成したね。さて、
出来上がりは？はい、ここまで来ました。いやー結構大変だったな。今回謎料理が多すぎませんか？ガレットとかさ、キャッサバ当てれたら奇跡だったな。ポテサラロールお前謎に難易度上げてんじゃねえって感じだったし、スイートポテトグラタン、ニョッキまだよくわかんないし俺タピオカミルク、レシスパンケーキ、こんな感じでした。いやーよかった。ルーク君手先が器用。なんか言ったれじゃあ累計のポイントをですね、1000ポイントを頑張って集めていって、最後のストーリーですね、また解放させていきたいと思います。そこまではまた頑張っていきますね。とりあえず一旦お別れです。ではさあ出来上がったよ、ボナペティ。ボナペティ。次で1000ポイントかな、頑張りましょう。でもどんどん作れるものがなくなっていくんだけどおお、いや本当にないじゃんキッサバかポテサラロールだけだったな。遺恨をちょっと残したポテサラ、いやキッサバにするか。キッサバまだ動画内で作ってないもんね。高級食材 OK ですよ、キッサバは。これでフィニッシュいきましょう。失敗しませんように。こいつは大成功なんだぜ。すごいいい感じ。召し上がれ。料理から光が出てますよ。どういうことですか。クリアー。感想を聞こうか。行きましょう。出来上がったよ、ボナペティ。ボナペティ。エンディング。さて、これで一通り調理の基礎は教えたことになるけど、二人にここまでマスターシェフを受けてみての感想を聞こうかな。料理っていろいろと手間暇かかって大変だね。でも映える盛り付けを考えるのは楽しかったよかった。え、今回マジで平和じゃん。地味な作業ばっかは嫌だなって思ってたけど、ちょっとテンション上がってきたかも。うん、いいね、ケイト君。私はレッスンを通し、料理の基礎を学べました。そして何より、厨房は美に溢れていると再確認しました。実にトレビアン食はやはり人生の幸いだね。いいね。この二人、めっちゃ平和だな、ほんと。ルーク君、楽しそう。やる気がこっちにまで伝わってくるよ。俺も自分でびっくりするくらい苦手な作業でもモチベ保ててるかも。シェフが褒め上手だからかな、うん、どうなんだろうね君の頑張りは私の情熱も引き出してくれたよ。最初は不安だったけど、なんだかんだでいいペアなんじゃないかって思ってきたよ。いやすごくね、いい組み合わせだった。今回はかつてないぐらいの安心感料理長の指導あってこそさ、引き続きご指導よろしくお願いします。うん、俺もバズる料理が作れるようにこの調子で頑張っちゃうよバズる料理。終わり。美しいタルトを仕上げたい。マスターシェフゲット。はい、ということでマスターシェフ、とりあえずストーリーはこれで終わりみたいですね。あとはね、一生懸命料理作っていって、今回からなんかさ追加されたんだよね、ショップ。ご機嫌いかが。このゲストルームに設置できるさ、ものたちがいろいろとありますので、これをね一生懸命集めてゲットしていきたいかなと思ってます。あとはちょっと欲しいものが見当たらない。このサムにお任せを。すぐお手元にご用意します。あのルークがねまだ手に入ってないので、マジカルキーを一生懸命ね交換まで集めていきたいかなと思ってます。この辺ちょっと頑張っていこうかな。
美しいタルトを仕上げたい、はい、ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。ナイトレイブンカレッジマスターシェフ芋のその先ですね。次回パーソナルストーリーもやっていきたいと思いますので、ぜひそちらのご視聴もお願いします。ということで、よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。